皆さんこんにちは。埼玉県川口市で愛犬家の皆さんのお住まいを快適にするお手伝いをしています、セラフェの元愛犬家住宅です。本日はラブラドールレトリバーのご紹介からさせていただきます。ラブラドールレトリバーは警察犬として使われるだけでなく、安定した性質のため盲導犬としても優れています。愛情にあふれて愛嬌があり、人を喜ばせることが大好きで、訓練も容易、子供にも他のペットにも優しい犬のようです。ただし番犬にするには愛想が良すぎるそうです。水を見ると大喜びで飛び込みます。精神的にも肉体的にもエネルギーにあふれているので、毎日の長い散歩が不可欠なようです。以上でラブラドールレトリバーについてご紹介を終わります。埼玉県川口市で愛犬家の皆さんのお住まいを快適にするお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。